メモるなら、大事なことは、暗号化。添付データも、安心できる。57577の31文字でデジタルに関する単価を読むデジタル教室単価部です。必要なことは、メモをしておく。これは、勉強や仕事だけではなく、日常生活においても大事なことです。最近では、紙とペンを使ったメモよりも、スマホのメモアプリを活用している人も増えていますね。ただ、標準のメモアプリでは、誰かにメモした内容を読まれてしまうかもしれません。読まれても問題ないようなメモならいいんですけれども、ウェブサービスのアカウントやパスワードなど、他人に見られてはまずいメモもありますよね。そういう大事な情報は、VIP ノーツというアプリで記録しましょう。高度な暗号化技術でメモを暗号化して、大事な情報を保護してくれます。メモに文書などのデータを添付しても暗号化してくれるのが便利なんですよ。ただし、デフォルト設定では暗号化が無効になっていますので、使うときには有効化するのを忘れないようにしてくださいね。今回の単価は、画像付きでインスタグラムやツイッターにも投稿しています。また、デジタル教室では、アプリやパソコンの使い方などの情報を、ウェブサイトや YouTube、ポッドキャストで配信していますので、概要欄からアクセスしてみてください。デジタル教室、単価部でした。